ってきたぞ岩手。フリーアナウンサー村井由紀子の3分トーキング。今日はこの人話が長いんだよなと思われないようにするにはどうすればいいのかというお話をしていきます。まず大前提として、この人話が長いんだよなと思われないようにするには、相手の時間を奪わないと意識することです。目の前の人の時間を奪わないと意識することで、短時間で伝わりやすく話す意識を持つことができるんですね。言葉を選んだり話題を選んだりするようになります。ベースとして相手の時間を奪わないという気持ちが大事なんです。これをベースにしてコツを3つお伝えしていきます。皆さんはどんな時に、この人話が長いなと思うでしょうか。私はですね、大きく3つあるなと思っています。1つ、いつこの話終わるんだろう、いつ終わるかわからない話。2、共通点のない話、興味が湧かない話。3、新しい発見がない話。これらの話を聞いているときに、なんか話長いなと感じてしまいます。皆さんはいかがでしょうか。なのでこの反対を皆さんに届ければいいんですよね。話すとき、いつ終わるか明確にすること、そして共通点があるような話題選び、相手に新しい発見が届けられるような話題選びを意識することが大事となってくるんですね。例えばいつ終わるか分かる話、この3分トーキングバッチリですね。自画自賛ですけどね。そして2つ目の共通点なんですけど、皆さんこんな経験はないでしょうか。ライブに行った先でアーティストが MC をしますよね。その時に帰ってきたぞ岩手とか、昨日わんこそば食べましたみたいな共通点を言うだけでうおーっと盛り上がりますよね。聴衆の心をぐっと掴むことができているんです。その後は話が長いなってほとんど感じないですよね。共通点ってすごく大事になってくるんです。そして3つ目の新しい話題を提供する、これはちょっと難しいかもしれないんですが、言い尽くされた言葉を使わないようにする、言い古された表現をしないようにする、自分自身の言葉で話すようにすることで、相手にとって新しい発見が生まれる話題を持っていけるんじゃないかなと思います。今日はこの人話が長いんだよなと思われないためにコツをお届けしました。3分トーキングでした。はい、ということで今日はこの人話が長いんだよなと思われないためにどうしたらいいのかというお話をしてきました。ベースとして目の前の人の時間を奪わないという気持ち、そしていつ終わるか、話がねいつ終わるか明確にすること、これはこの3分トーキングみたいに3分で分かっているとすごく聞きやすいでしょうかね。または何か朝礼の時に、今日は皆さん5分くださいと最初に言うことで、今日は社長の話は5分なんだなと準備ができますよね。または今日は3つ大切なことをお話ししますと最初に言うだけで、聴衆は1つ目、2つ目、3つ目と数えながら聞くことができるんです。いつ終わるか明確にするって結構大事なんですね。だらだらと話をつなげるんではなくて、区切りよく一文一文を短くするっていうのもすごく大事になってきます。やっぱり、ってこうだらだらと喋るよりも、歯切れよく一文一文短く話した方が聴衆は聞きやすいし飽きないと思いますよ。そしてもう2つですね、共通点と新しい話題、そんなのをちょっと意識しながら今度から話してみてはいかがでしょうか。話が長い人が嫌われるのではなく、
相手に、ああこの人話が長いなと思わせてしまう話し方や話題選びに難があったということですね。興味深い話だったらずっと聞いていたいですもんね。この人話長いなではなく、もっと聞きたいこの人の話をと思ってもらえるように皆さんも頑張っていきましょう。なんでこんな話をしたかというと、以前私こんな電話営業を受けたことがありました。私フリーランスでアナウンサーをしているんですが、前にですね、お仕事がない時に、あまりない時に、ある企業で電話応対のアルバイトをしていたことがありました。その時に電話がかかってきて、あーどうも、もしもし、お世話になっております、なんとか株式会社のなんとかです、どうもお世話になっておりますっていう、こう明るく電話が来たので、私もあ、お世話になっております、いつもありがとうございますと普通に電話に出ました。すると、あの御社の Wi-Fi 状況最近どうかと思いましてとおっしゃるんですね。あ、いや特に問題はないと思いますが、何かございましたか。いやいやいや、調子が悪くなければいいんですけれどね、あれ御社ってどんな機種使ってましたっけ、どうだったでしょうか、少々お待ちくださいというところで、あれ待てよと、もしかしたらこれは営業のお電話なのではないかと思ったんですね。なので、あれもしもし、もしかしてあの何かのセールスのお電話ですかと聞いたところ、あ、いやいやいや、ただですね、あの Wi-Fi の調子を伺った上で、もっとお得なプランなどをご案内したいと思ってお電話いたしましてね、なんていう話をしてえ、それってやっぱりセールスですよね、あ、いやいやみたいな感じでですね、ずっと何とも言えないやり取りがもう3分ぐらい続いてしまったんですね。結局その方のお電話はセールスだったわけです。あれ、私の3分返してぐらいの感じになってしまいましたね。やっぱりお電話に出てちょっと騙された気持ちと時間をとても奪われた気持ちになりました。もしこのセールスが〇〇株式会社の〇〇と申します、今1分ほどお時間いただけないでしょうかと、1分くださいと最初にもし言ったとしたら、ちょっとねそんな気持ちは薄れていたかもしれないなって思うんです。いつ終わるか分かっている話、そして営業のお電話だよっていうのを隠さないで、〇〇のご案内でお電話差し上げましたが1分お時間よろしいでしょうかって言ってくだされば、私はそこで、あ、結構ですってすぐ切ったかもしれないんですけれど、お互いにとってお互いの時間を奪うことにはなりませんよね。このお電話がきっかけで、私は自分自身も相手の時間を奪わないように、やっぱり結論から言ったりとか、相手に時間をこう有効に、相手の時間を大切にするような話し方をしようって意識するようにさらになりましたね。今日の3分トーキングでは、相手の時間を奪わない、あ、この人話が長いんだよなと思われないためにはどんなコツがあるのかというお話をいたしました。フリーアナウンサー村井由紀子の3分トーキングでした。また聞いてくださいね。